今日なんか顔似てるよねでおなじみでござるところです。ドデータ、データ短い。今日似てるから、今日似てる。メガネかけちゃうと骨格が似てるから俺ら。本当だ。はい、というわけで今日もですね、はい、日本代表対ウクライナ戦、はい、一緒に配信してくれたバードの皆さんです。こんばんは。あ、こんにちはの人もいるんですね。はい、今おはようございます。いや、それはもう全体王じゃなくていいから、はい、あっちが合わせてくれるから。あ、そうですか。歩み寄ってくれるんで、よろしくお願いします。というわけで今日日本対ウクライナ戦ありました。はい、2対1でウクライナ勝利。いや、負けたね。負けたよ。残念。負けた。強い、強くなかったなんか。強かったけど、ただね、うん、日本がさ、うん、あのハリルが就任した頃が一番強かったんじゃないかって最近思ってんだよね。どんどん悪くなってんだっていうね。あ、本当に、うん、でね、このこういうね、うん、あの話するときさ、うん、現状今回の試合何点って、うん、めっちゃこの時期意味ないと思ってんの。ああ、ワールドカップに向けてさ、うん、手の内全部出したらさ、うん、あっちはスカウティングしてくるから、うん、日本の攻撃パターン全部読んでさ、うん、それを潰してくるじゃん、うん、ってなると今完成してないのはいいと。ただ100点出せるやつがわざと50点取ってんのと、うん、50点しか出せないやつが45点ぐらいなのでわけ違うじゃん。それの50点の45点ぐらいじゃないかって思うのが俺なの。それはもうわかんない、こればっかり正直、うん、だからこのいろんなね、分析記事とかいろんな人の読ませていただいていろんな方の意見あるんだけど、うん、こうハリルにやたらさ、こう寄り添ってるっていうか、ハリルはこうだからね、あんだけ、うん、あれ、このボールキープしなきゃいけないのに小林入れちゃったけど大丈夫みたいな。あ、やっぱダメだったみたいな、うん、でもこれがあえての小林みたいな。そうか、そうかもしれないな、確かにハリルもプロだもんなみたいな。あ、そう、まあ、うん、それはね、トップにいるはずの人だからね。そうそうそう。だけど今日とかさ、うん、誰も中で受けねえなっていう、うん、中で受けれる人いないなみたいな、うん、あれ、その中ではホンダがこうね、右から入ってきて中で受けて起点作ってみたいな、その役割とかさ、うんうん、後ろで受ける人いない時は下がってきてとかやってんな、うん、あ、ホンダ変えちゃったかっていう。いや、そっか。やっぱり流れ悪くなるかみたいな。まあ、杉本健勇から小林優に変わって良くなるのは、まあ、杉本優、健勇がさ、うん、ちょっとね。なんかね、良くなかったみたいな、ね。そうそうそう。こう、意思疎通がうまくいかないとかあったから、まだそこはさ、うん、ハリルじゃなくてもそれだってね、残りが小林優しかないんだから。それはもうハリルの名交代とかじゃないじゃん。そっかそっか。部品が何個かあるうちのワンチョイスじゃないから。ああ、うん。杉本健勇が、ああ、やっぱ後半入っても、まあ足も痛めたみたいだし、うん、まあ小林優だなっていう、うんうん。そこはもう別に普通のことじゃん。だから、ホンダに変えて、久保入れて、飛び出すやつばっかりだけど、飛び出す以前に、まずボール持ててないよっていう。ああ。そうそうそう。なんかさ、あの、ハリルってさ、うん、変え、入れたい選手から選んでんじゃなくてさ、うん、出したい選手から選んでるじゃない。で、あそこだとこいつだなっていう。そう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 。トップだからポジションで言うとあいつだよな、みたいな。で、俺らは見えちゃうじゃん。見える。でも、うん、プロだからって言われたらさ、確かにそう言われたら、まあ、全部の手の内見せてないし、で、これは信じるか信じないか、本当はあなた次第ですと、うんうん。僕の得た情報によると、アルジェリア代表の頃は、うん、ハリルが細かい指示を何も決めないから、うん、もうトップのね、スリマリとかね、うん、マフレスとかあの辺がわーって決めて、うん、自分たちでやったと、うん。で、実際にアルジェリアとドイツの試合とか見てもらえば分かる通り、うんうん、組織的に守ってるっていうよりも、サイドからガンガンクロス入れられるけど、最終的に中のでかくて速くて強いやつが全部弾き返すっていう、キーパーすごいセーブ繰り返すみたいな、果たしてこれは監督がすごいのかみたいなやつだから、だからそういう人を抜擢したっていう監督の力だって言われたら、じゃあ、それはアフリカ人だからっていうね、日本人にでかくて速くて強いやついないじゃん。ってなると、これはもう、そういう監督をドイツ苦しめたんだから、うん、アルジェリアで、じゃあ日本にもそのミラクルをで呼んできた人が悪いんじゃないかって話になるから、じゃあここで期待することは、うん、日本にも同じことが起こる、うん、ハリルの言うこと聞いててもやべえってなってた選手たちが各々で話し合って覚醒して、うん、ワールドカップ本番は、うん、あんなに出来ひどかったのに全然違うチームになってるぞ、なぜなら監督の言うこと聞いてないからやつを期待するしかないし、いやすごいなそれ、うんうん、トヨタマじゃんスラムダンクのそうだね。まあ、あれは良くなってないんだよ。ラン&ガンで優勝したるんや。いや、っていう、そうそうそう。だから、ザクさんの言ってたことが正しいんや。ザクさんの言う通りやっていうね。ザクさんのサッカーで優勝するんや。そうそうそう。あいつらにディフェンスを教えても時間が足りないからな、みたいなやつでしょ。それだったらそうだけど、アギーレさんはそんなやってないし、アギーレさんの辞め方がちょっとスキャンダルだからさ。アギーレも別に悪いことしてないんだけどね、あれ実際は。そうだ、アギーレさんのためにみたいな人はさ。のね、一番抜擢した武藤も呼ばれてないしね。ああ、そうなんだ。そういうので言うと、今回のちゃんとした試合の話で言うとさ、うん、やっぱり杉本がさ、う
まあ、プレスのかけ方、うんうん、そのコース切っちゃうんだとかも、そこ行かないんだもあるし、うん、あの攻撃の時もやっぱり豪徳はそこ引いてきて受けてほしかったのに裏狙っちゃったり、うん、逆に引いてきて受けるべきところで、逆に裏狙うところで引いてきてたりとか、そういうのがあったから、うん、やっぱりね、大迫がいないっていうのは本当のテストだったと思う。ああ、なるほどね、うん。それはもう本当に大迫がいない時にどういうサッカーをするのかっていうので、うん、今回はさ、単純に大迫の代わりをさせようとしてたじゃん。うんうんうん、あの他の適性が違うから、ね、杉本とか小林とか、うん、だからあれをじゃあ大迫がいない時に全く違うサッカーをするっていう、例えばあのヨーロッパで言うとね、ヨーロッパで言おう、ヨーロッパで言うとこのチャンネルそれ見てる人多いから、うん、あのイグアインがいなくなった後に、うん、まあ、ミリクっていう選手入ってきたんだけど、うん、まあ、どっちもセンターフォワードタイプ、普通のストライカー、うん、動き出しでショップするみたいな、うん、それが怪我した時にメルテンスっていうウインガー系の選手を入れてきて、ほうほうほう、パスワークで崩しながらマン入っていくサッカーしたの。ほう、だからチームの形自体、骨組み自体を変えた、うんうんうん、だから大迫がいなくなった時の骨組みが新しいの必要だっていうのを今回思ったし、大迫のまま行くんだったら武藤を呼ぶか、背負えるね、武藤を呼ぶか、もしくは本田圭佑かっていうのをトップに使う、まあ、それで昔うまくいってるしね。だからハリルの擁護するんなら本田を使ってあの大迫の代わりできるのは分かってるから、今回普通にセンターフォワード系使ってどうなるかっていうの。なるほど。でうまくいってたのが、うまくいかなかったのが今回。じゃあテストだったってことで。そうそう、そう言ってあげれば、まあね、だからこれで、まあグループリーグ、うん、まあ3戦全敗しても、うん、まあテストだったっていう。あ、グループリーグももうテスト？テストって言えば、まあ4年後への。ああ、そっか。そして私たちは年を置いていくので。そう言っちゃったらね。うん、だからテストっていうのもね、うん、監督自体がさ、うん、どこまでだ、これに関してはね、だから、うん、あの、どこまで行っても俺らってさ、うん、批評って推論じゃん。本当にそうかどうかなんて分かんないじゃん。確かにね。だって実際に聞いたとしても嘘言うかもしれないんだから。確かにね、ボケるかもしれないしね。だから、今回起こった試合の事象で言うと、うん、大迫がいない時の対応策が、うん、まあ、やっぱり、うん、他の選手はできなかったよねっていうのと、なるほど、あとやっぱり、中央で受けて、中央で受ける相手が狭まる。何でしょう、パフパフの動き。パフパフの、亀仙人的なね。そうそう、中央で受けないとさ、こうおっぱいも寄らないでしょ。もう鳩胸。うん、鳩胸で、鳩胸で、鳩胸って高いじゃん。鳩胸横じゃん。あ、そうだ。まあ、まあ、いつも巨乳の話、おっぱいの話なんだけど、寄ってないのに、サイドに振っちゃうから、ボール。ああ。そうそうそう。空いてるところ、でも本当これもう、ここで言うのも恥ずかしいぐらいなんだけど、うん、単純な話、不倫の人に出さなきゃいけないのに。不倫の人？不倫の人には出さなくていい。不倫の人に何を出すの？マイクぐらいしかないじゃん。どうなんですかっていう。一線超えましたか？一線超えましたかって、いや、超えましたって言わないから。うやむやにするから。だからそこは、やっぱ中に寄せて外なのに、うん、寄ってない時にパス出しちゃうから、危ないし。うん、取られてたね。そう、ミサイとかも守備うまいところあったんだけど、うん、やっぱりサイドチェンジの意識、高いのかもしれないけど、うん、寄ってないうちに出しちゃうから、うん、やっぱり、サイドチェンジと見せかけて中のくさびなんだけど、うん、ただくさび受ける選手が、なぜか柴崎とかも、うん、多分指示なんだけど、裏抜け裏抜け言われてるのか、おお、なんかね、この本来なら受けてほしいバイタルエリア、うん、ディフェンスと中盤の隙間で受けてないのよ。へぇー。あの辺がまだ中華ハグなんだよね。だからこれが全部噛み合わさったらいいんだけど、うん、ただ噛み合わせる具体的な方法は、うん、どうやらなさそうだ。ただ、このないところ、選手たちが頑張ってくれるっていうふうに、僕は、信じてる。で、そういうところをきちんとですね、うん、分析していきたいんだけど、ただ日本に関してはやっぱりこの辺のね、うん、選手の思考、うん、これのね、低さが分かるのはやっぱり解説の人たち、今回のサイドが空いてるより逆サイっていうから嘘言っちゃって逆サイって、なんか逆サイ言うの、空いてないよっていう。逆サイはよく言ってたね。そうそうそう、空いてって言うならいいじゃん、空いてないんだもん。だから、まあ、言ったところでなんだろうっていうのはあるんだよね。そうそうそう、言ったところ、そうそう、そう、解説席がさ、全部こうね、マイクロチップみたいな、うそ、こうやってたらまだね。そう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 、ね、ヨニゲア本舗みたいなの繋いでたらわかるけど。全員がね、全員が久保とかがこう、ジャネット・ジャクソンみたいにさ、こう、なんかこれ、インカムつけてたら、インカムつけてたら、逆サイって言ったらさ、それ逆サイにミサオとかがこういうのつけてたら振るけど、なんか。で、一番もう、当たり前すぎてね、このぐらいの、なんていうの、こう、サッカー語るみたいな人が言わないだろうから、あえて言うよ、うん。もうみんなが思ってる、あえて言う。う中島最初から使えやって。もうこういう普通のことだけで言おう。うん。思わない？いや、なんか、一番良かったよね。いや、だから、ずっと一番いいんだよ。ずっと一番いいのに使わないの？そう、FC 東京から出てから、ずっと一番いい。うん、なんなら FC 東京の頃も俺は、なんでこんな上手い子ずっと最初から使わないんだって思ってたの。だから、そういう星の元かもしれない、なんか。あー。なんか監督には、これ最初からじゃねえなって思われるんだけど、そうそうそう、なんかこう、外から見てると、なんか、守備が弱いとか、体弱いとか、ちっちゃいとか言われるけど、うん、
通にさ、中島翔也がさ、あの、今回トップ下入ったじゃん。でもそれでもさ、うん、隙間で受けてさ、きちんと時間作って。ターンがすごいね、なんかね。そう、で、ちゃんと上手いから、相手の逆をついたターンをするから、体の小ささ関係ないし、プラス中島翔也だとボール出てくるから、他の選手たちも裏に走ってチャンスになるでしょ、で、キープしてフリーキックも取るでしょ、もう中島翔也使ってたら、結果変わってるんじゃないか。だからそれも含めて中島翔也をあえて使わないってしたんなら、ハリル最高だよ。それで言ったら。いや、なんか練習で、中島翔也使ったら、意外と大阪抜きでもできたから、これはこれとして、っていうので置いてた。だからこればっかりはもう全部推論になるから。でもそれはさ、テストしてほしかったな。あ、その、中島翔也がフルでいけるか。そう、だから秘密兵器的な、だけど、もう、これさすがに本大会さ、この出来で中島翔也最初から使わなかったらおかしいし。そうそうそう。だから今回の試合は、いつもだったら大迫下がってくる、そこに両サイド飛び込むのパターンだけど、前線が下がってくるっていうか、まあ杉本自体もそのフリーになる動き上手くないし収まらないから、単純に前がさ効果的じゃないから、そこに長いボールも入らない、だからそれは後ろがプレッシング受けてない時間帯でもボール出したいけど、今度後ろと前も連携違うでさ、全然抜け出してるのに上田がパス出してたりとかあるから、だからこれ吉田がいない大迫がいないっていうこの最悪の状況、吉田、大迫、あと、今後、中心になるだろう。今後共和国、今後共和国の話はしてない。一回もしてない。中心にならないから、今後共和国。今後何出てくる、今後、吉田と、大迫、そして大島。大島。こうセンターラインがいないわけよ。で、酒井宏樹もいないと。だから主力はめっちゃいない中っていうのは、まあ考えてあげていいと思う。ああ、なるほどね。ただその中で勝つための修正、後半の修正をしたかって言ったらそれはしてない。ただこれに関してはテストって言われたら、そうですかって。はい。っていうこの、あ、だったらそうですよね。手の内全部見せないですよねって言っちゃうから、こればっかりは見えたまんま言うのも難しい。なるほどね。ただ怒ってることで言うと、大迫がいないことによって中でキープできない。じゃあ大迫の代わりに中でキープする人、本田も変えちゃうし、で、中島も最初から出さないし、山口翔太郎は本当に逆サイド見えてないしっていう。ごとくずっとテンパってるしっていう。なんだろうね、ハーフなのにね。ハーフな。一番ね、外国人慣れしてるはずなのに。そうね。そうそうそう。だからまあそういうね、問題点いっぱい見えてくるけど、逆に手の内全然見せなかった。ああ、もう。だこの2試合スカウティングしてもらったんなら、酒井宏樹戻ってくる、大島戻ってくる、大阪戻ってくる、中島翔也をスタメンから使う。で、右サイドにもしかしたら堂安とかその辺入ってくるかもしれないって言ったら、めっちゃ日本強くなってるってこと。急にね。急に。っていう、プラスに考えるのもいいかもしれないと。なるほどね。2010は急にホンダワントップっていうのね。あ、そうそうそう。だから突然本大会でね。そう。でもあれも非公式のカンボジアかどっかとの練習試合でやって、うまくいったからだから相手が対応できてないっていうか、そのスカーティングが未熟だったっていうのあるじゃん。だから今回も、もしかしたら。そういうのがあるかもしれないっていうのを、そういうのをね、だからこういう、なんていう、もうちょっと戦術的にとか、ここがこうでとか言いたいんだけど、それ言えないぐらい、なんでが多いから、でも本当みんなが思ってる通りのような、なんでここ言えないの、なんでこ、そんな外ばっかりじゃん。だから選手、解説の人たちが、いいですね、いいですねって言ってたけど、よくないから、外ばっか回してて、中入れねえと。だって中に入れていつも言うようにバイタルハーフスペースで前向けるから、裏ミドルシュートドリブルサイドがあるから、外外だとずっと外だけだから、はあ、そうそう、なるほどね。だからまあこういったところも含めてね、そう、バズさんはなんか俺別もうイライラしていっぱい喋っちゃったけど、これを見てるね、女性リスナーがもしいらっしゃったら、レオさんが言ってたからってことで、彼氏に、でしょ、本当あのそこカットするから。なんで急に欲求不満なの？はい。というわけで、ふんわり気になったところを話しましたけれども、はい。こちら、4月1日の週休カフェですね。こちらの週休カフェではですね、なんで俺と違うとこさ、こっちとこっちに出さなきゃいけなくなるじゃん。4月1日の週休カフェ、池尻大橋で行われるイベント、学生さん1000円、一般の方1500円のイベントではですね、きちんとですね、プレイの分析をしながらですね、ちゃんと具体的に今日起こったこと、ここはこうでこうですとか、針の狙いはこうですとか、こういった動画でね、取り上げきれないところまで、細かいところまでいきますので、ぜひともですね、深い、ほんとね、ふざけないサッカーの話を聞きたいっていう人はね、ぜひともそちらの方にも来ていただいて、今日はもう茶番です。でもまあ楽しいこともやりますんで、ぜひとも4月1日、お越しいただければ嬉しいです。はい、そんな感じで、レオザフットボールでした。あとバードフミヤでした。ボーバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも、レオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は、下のもっと見るから、ぜひ